アイスライベントですか。いいですな。今時奥さんの作った弁当食べられるなんて幸せですね。大概の奥方たちはお友達とおしゃれなランチを食べに出て、旦那は駅前の立ち食いそばというパターンですからね。失礼、これから仕事なので。うかばん。おや、お帰りですか。お一ついかがですか。温まりますよ。あれからずっと公園にいらっしゃいましたね。よろしかったらお話しいただけますか。何かお力になれるかもしれませんよ。私は某自動車会社に勤めてもう今年で30年になります。それはおめでとうございます。それがちっともめでたくないのです。私は入社以来ずっと事務畑でやってきたんですが、1ヶ月前にリストラで営業に回されたんです。おお、リストラ。ええ、リストラクチャリング、事業の再構築ということらしいです。不況に陥った企業が現状打開のために思い切った社内の配置転換などをやることですね。ええ、それで突然営業へ回されたんです。この年で初めて車のセールスをやらされて、毎日外回りです。それで売り上げは？もちろんゼロです。毎日毎日朝から晩まで足を棒にして歩き回ったんですが、一台も売れません。私にセールスは無理なんです。だから今はもう朝から晩まであの公園で時間を潰しているんです。ワイフは何も知らないで毎日お弁当を作ってくれます。それが辛いのです。いつまでもこのままでは続きません。近々会社を退職しようと思ってるんです。退職？それこそ会社の思うつぼですよ。リストラとかもっともらしいこと言ってますけど、要するに会社としては人減らしをしたいのです。つまりあなたを不適任なところへ配置転換させ、自分から退職させるように仕向けてるんですよ。そういえば思い当たる節があります。でも私はこれ以上耐えられません。ワイフに話して退職願いを出します。まあまあそう早まらないで、私がいい知恵を出しましょう。え、あなた一体何ですか。私こういうもんです。セールスという仕事もなかなか面白いもんです。あなたの隠れた才能が発揮されるかもしれませんよ。私の隠れた才能？あ、来ました。あれがあなたのコーチです。コーチ？あ、どうも、はじめまして。
ただの凡事と言います。枯れ木さん、これからは彼の言うままにやってみてください。枯れ木さん、彼のことは頼りないと思ってるんでしょう。いえ、あの、そんな。まあ、ついて行ってみてくださいな。それじゃ、私はこれで。モグロさん、一体どこへ行くんですか？車を買い替えたい人がいそうなところへです。どうして車を置いていくんですか？セールスマンがお客さんの車よりいい車で乗りつけるとしらけるでしょ。まずはここから始めましょう。この車は走行距離4万キロ超えてるな。ちょうど買い替えの時期です。おまけに外に駐車してあるから埃まみれ、洗車にぴったりです。そんないきなり。あんたたち何してるんです、うちの車に。ご心配なく、ボランティアで洗車させてもらっているんですから。ボランティア。枯れ木さん、ぼやっとしてないで手伝ってくださいよ。はい。このブラシで丁寧に洗ってください。仕上げはワックスをかけ、羊のなめし皮で丹念に磨くのです。自分の愛車だと思って心を込めて磨くのです。どうです？まあ、見違えるようだわ。ではこれで失礼します。お茶でも。近いうちにまた洗車に参ります。その時にでも。いや、鮮やかなお手並みですな。でもあんなにピカピカの新車みたいにしたら車を買い替える気がなくなるんじゃないかな。あの車は耐用年数の限界に来ていますから、必ずや近いうちに買い替えます。その時こそ日頃の奉仕が生きてくるのです。さて、では次の家にアタックしましょう。あの人、あどけない顔してすごいやり手ですね。はい、あの顔についお客は気を許してしまうのです。トップセールスマンの極意は、お客に強引にではなく自然に商品を買いたいと思わせるところにあります。その点彼は天才的なものを持っています。彼にずっとついていたらサムシングを掴んだような気がします。なんだか僕にもやれそうな気がしてきました。そりゃ結構。しかし枯れ木さん、セールスという仕事はなかなか奥が深いもんですから、もう少しただのしねやり方を研究してくださいね。しかし、セールスの真髄は、商品を売るよりまず自分を売り込むことです。あまり早く結果を求めてはいけません。自分を売り込むことに成功すれば、結果はおのずとついてきますよ。本日は新車の試乗車をお持ちしました。あなたたち車のセールスマンだったの？ボランティアで洗車とかうまいこと言って車を売りつけるつもりだったのね。いや、売りつけるなんてそんな。あんたんとこからは絶対買わないからね。とっとと帰って。枯れ木さん。
あなたは私の言うこと聞かないで全部ぶち壊してしまいましたね。いや、そのあなたやっぱり車のセールスに向いてないようですね。私はもうあなたは転職するしかありません。坊や、おじさんが坊やの三輪車きれいにしてあげるよ。だからね、今度買うときはおじさんから三輪車買ってね。おやおや、適性のない仕事はいくら努力しても無駄のようですな。まだまだ不景気な世の中ですから、皆さんもリストラに負けないで頑張ってくださいね。